ウエストシベリアンライカウエストシベリアンライカは、ロシアの西シベリア原産のライカ犬種の一つである。別名は、サーパドのシビールスカヤライカ。古くから存在していた犬種で、北ウラル地方と西シベリア地方のライカ犬を掛け合わせて作出されたと言われている。主に猟犬として使われている。エルク、ヘラジカ、イノシシ、オオヤマネコ、クマ、クロテン。 お子城などの様々な動物を狩るのに使われる。単独もしくは小規模なパックで獲物の匂いを追跡し、発見すると吠えて主人に知らせ、自ら狩りに行って獲物を仕留める。本種は力が強いので犬だけで熊を倒すこともできるが、犬だけでは倒せない場合は、主人も参加して猟銃で仕留める。この他、 主人や獲物を運ぶために反り引きをしたり、侵入者から家を守る番犬としても使われた。1900年代頃から先住民の伝統的な生活が破壊されるようになり、これに伴って本種の役割も減って需要が激減し、絶滅の危機に陥った。なお、多くの来科犬種は本種と同じ時期に同じ理由で、 受難の時を迎え、いくつかの雷カ犬種は絶滅してしまっている。本種や他の雷カ犬種を絶滅から守るため、1920年代頃に、各雷カ犬種の保護活動が開始された。各種保護活動は、ロシアの首都であるモスクワを中心として行われ、そこに多くの犬が集められて、純粋繁殖が進められた。その結果本種も、 頭数を回復させることができ、絶滅の危機を脱することができた。現在は、国際的な地区権団体である、フシーにも公認登録され、ライカ犬種としては、世界で、最も人気のある犬種になっている。ロシアやその周辺国では、人気があり、ペットや、ショードッグ、人療犬などとして幅広く飼育されている。しかし、ライカ犬の性質上、 あまりその他の国では飼育されておらず、飼育されていない地域では、知名度も非常に低い。ウエストシベリアンライカ名前の似ている、イーストシベリアンライカとの原産地以外の違いは、サイズは、こちらの方が小さめで、どうも長め、もっと筋肉質の体格で、コートの色や質など多岐にわたり、全く別の犬種であることがわかる。また、イーストシベリアンライカは、 スタンダードの幅が広めであるが、本種はそれよりも狭いスタンダードを持つ。日本犬のようなスピッツタイプの犬種である。首が太く筋肉質の体つきをしていて、足は長めで、力が強い。耳は小さめの立ち耳で、尾は薪をかふさふさしたタレを。コートはやはりイーストと同じ二重構造になっているが、上毛はさらりとしたもののみ。 寒さに非常に強いが、暑さには滅う弱い。毛色はフォーンがかった茶色やグリズルなど。体高53から61センチメートル、体重18から23キログラムの大型犬で、性格は穏やかで、主人家族に対し、有効的だが、警戒心が強い。家族以外には懐きにくく、吠え立てることもあるが、神経質な面はない。なお、来科犬種であるため、 必要以上によく吠え、主人以外からはしつけを受け付けにくい。なお、よく吠えるのは、主人や家族に自分の気持ちを伝えるためで、人間の会話と同じような役割がある。吠えるのをやめさせることはできるが、ライカ以外の犬種とは違い、物言えぬことからストレスが溜まって、破壊行動につながるため注意が必要である。 運動量も多めで、日本での飼育環境には適さない犬種である。このため、飼育の際には、来カ犬種に関する知識を集め、吠え声によるトラブルが発生しないような場所での飼育が必要不可欠となる。かかりやすい病気は、関節疾患や、地肌が湿気で群れて起こる、皮膚炎などがある。ありがとうございます。